皆さんどうもピーマンです。今回サクサクセスで作る侍ジャパン三塁手はヤクルトの選手、今季首位打者も取りました川端を作っていきたいと思いますよ。残るね、侍ジャパンの野手も、あと2人となってますから、今回の川端と、そして次回の松田。この2人はね、もう後悔のないよ。ここまで本当にひどい。前回の坂本なんてひどいからね。全く坂本じゃない坂本を作ってしまいましたから。いや、もう今回から作る2人はね、最後はもう本家越え目指してね、やっていきたいと思います。じゃあ選手を作っていこう。オッケー、今回作る選手の持ち込みアイテムは川端といえば、やはり今季首位打者を 手に入れてますからね。ミート強化カードは必ず持っていかないとね。そして、ヒーリングカード、この2枚で作ろうと思う。レッツサクサクセーズ !Z11 公開の内容に戦っていくでござるよ。よろしく。さて、初期能力はこんな感じ。おー、ステージ1からいきなり青マスだらけ。青マスパーティー始まるよ。レッツゴー、レッツゴー、レッツゴンゴン。カモン、竹内、ミートのな、ありがたいね。まあ、川端はね、基本はやっぱ松田がいるので、ペナントの実況の方ではね、まあ、川端は、代打だな。代打だったり、まあ、その日の調子によってはスタメンという感じで、基本はやっぱ、ベンチスタートという感じでね、やっていきたいと思いますので、まあ、それでもね、いい選手というのは作っていきたいと思いますので、いや、能力次第ではね、川端をスタメンっていうのもありかと思うんでね、まあ、次回作る松田がどんな能力になるかわかりませんのでね、もう能力によって俺は、スタメンと分けていきたいと思いますのでね、必ずしも松田がスタメンとは限らない。よろしく。選手どこに行く？その逃げていくの本当いい加減やめてくれないかな。イラッとするんだよね。何のために君はここに出てきたんだ、教えておくれ。誰かエロい人教えない。君も何のためにこのサクサクセスに出てきたんだ。二度と来るな。臭いわ、本当に臭いね。お前はずっといやらしいやつですよ。空気を読んでください。あいかもよく来てくださいました。ありがとう。幽閉じゃないか。ほんと、幽閉ならもっと早くこっちに来るでしょう。で、三塁手はそれなりの守備力も大事ですからね。守備力が低いともう、強襲のあたり全部もうポロポロするからね。そんなポロポロする三塁手いらない。腹立つだけだね。無視パネルが輝き出した。が赤色一色だな。大した色輝いてないね。かも。あ、ちょっとこれシャクルマ住もうか。マスが悪いわ。赤マスだらけだもん。余計悪くなったね、これ。最悪だね。うわ、ミートが下がるし。宝箱はなんだ？補給超人ね。まあ、サードには大事な能力だけどね。ここは打撃系欲しかった。代打丸がつきましたね。もう本格的にベンチスタート決定してるよ、みんな。ねえ。あ、ガンダこっち来るな。ガンダかも。いい子だよ。来てくださいました。何？パワー強化カードありがたいね。よっしゃ、じゃあもう次行きましょう。赤マス多いんでやってられないわ、こんなとこで。不幸になるわ。こっちまで不幸になってくるわ。勘弁してくれよ。さて、ステージ4ね、ここから俺本気出すからね。基本俺のもうエンジンかかるの。ここからだから、ここからガチモードで行くからね。恨めしやん。おー、対左投手シークレットや。ありがとうね。なんでお前みたいなやつが死ぬんだろうね。このブスみたいなやつが死んでしまえばいいの。申し訳ない。暴言だよ。絶対言っちゃダメだね。死んでしまえばいいなんて絶対言っちゃダメだからね。ヒーリングカードを失ってしまった。あるある、よくある話。全然気にしてないよ。ノンダメージ。さて、ブスさん、どちらに来るんでしょうか。おお、宝箱。おお、そっちに出てくる。やらしいね。そっちに出てきたら取りに行けないね。どうしましょう、こうしましょう。こっち行こうか。オッケー。ブスさん、こっち来ないでね。あ、ほんと、宝箱取って。パワー超人ね。いいね。パワーが D になりました。ブスこっち来るの？嘘でしょ？死ぬ？上行ってね。上行ってね。よし。で、どっち来るのかな？ブスさん、下行ってね。下行って、よろしくね。こっち来たね。はい、グッバイ、ゲームオーバー。いきなり、選手失敗。ありがとう。ありがとう。ありがとう。怒りで右手が震えているのはなぜなんだ。あららららプルプルしてるぞ。いい加減にしてくれないかな、ボブスさんよ。やっぱ、言いましょう。お前みたいなやつが死ねばよかったんだ。お前は死ね。お願いします。ピーマンからのお願いです。お前は死ね、クソブス。申し訳ない。ブスの邪魔によりもう一度最初から作り直していきたいと思いますのでね。今回もう持ち込みアイテムなしで失敗したんでね。もう、なしでやっていきたいと思いますので。多いじゃないか、最高だね。もっともっと踏ましてた、ケモット。レッツゴー。誰？山田。おー、タンド上げてくれた。素晴らしいね。
でも山田といえば特殊能力盛りだくさんだろう。隠さず教えてくれ。青パネルがなくなってゆくことなんて別に不思議じゃない。いつものことさ、いつものようになくなっていき、そして僕の毎日は赤一色。うんこも漏れそう。助けてくれ。本当にね、イライラするよ。おー、全体のルカッパありがとう。神はいるね。間違いない。今ので確信したよ。神はいるということね。青パネルが再び輝きを失っていく。これもよくある話。全然気にしないし、怒らないし、別になんとも思わないし、選手にも会えたし、やっぱ神っているね。間違いない。確信したね。よし、笑顔で次のステージ行きましょう。基本は笑顔ね。うん。笑顔ない人生は一番つまらない。笑顔で行きましょう。さて行こう。ステージ3。おお、宝箱が上にある。なら、風魔ないと。イエス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 。ただ、このステージからまたブッスが降りてきますからね。ブッスに遭遇しないように、ブッスに合わないようにやっていかないとね。カモン、踏んで、踏んで、踏んで。どっちから行こうかな、これは。おう。こっちから行こうか。レッツゴー。ラッキートレジャーカード。これはありがたい。いいカードを手に入れた。おお、青パネルがまた赤くなっていく。でも、これもよくある話だから全然怒らないし、むしろ笑顔だし、気持ちいいし、おお、特殊能力も盛りだくさん、最高じゃないか。ありがたいね。谷内くん、瞬力7上げてくれた。ありがとう。弾道が下がっちゃったね。でも、全然何も思わない。全然ね。でも怒りで右手が震えてる。なんでだろうね。西の金のごとく悲しくなってくるね。本当に死んでよかですか皆さん。ひどくない今回。今回多分いじめの料金入ってるよねこれ。 PTA に走っていきますよ僕は。いじめられてます言うてね。僕はいじめられたらいじめを告発する人間だからね。でブスに目をつけられ、あ、これもうどうしようもないね。ぶっ飛ばされるよ。うんですよね。動けないからね。はあ、もう本当にこれ見てみんな。このブスが放置されてる世の中あかんでしょ。ねえ、毎日人が死んでいく世の中だね。はあ、悲しいね。バレンティン、どこに逃げる？無地パネルが青く輝き出すこと、赤く輝き出すんだね。そうだそうだ。青くは輝かないんだね。オッケーオッケー、全然気にしないよ。全然。あれ、葵ちゃんはどこに行くのかな。葵ちゃんこっち来てよ。体力回復ね。えいゆー、全体能力アップね。ほんでほんでほんで、おにぎりますわ。あ、そっちに出たのか。いいね。見に行かないと。どうしようかな。じゃあこっちからこう行こうかな。うん、矢部もありがとう。矢部もよく来てくださいました。総力7アップね。おう、いいね。で、おにぎりますんで体力プラス6。あ、こっちからゴール行けないのか。失敗したな。これで OK。 気分がノリノリ最高だね。よし、次行こう。パワーがめっちゃ下がるね。あれ、俺首位打者川端を作ろうとしてるの。なんだこの、なんだこのミート力のない人は。誰これ。教えてください。宝箱が2つ、ぜひぜひ踏まねば。しかし踏むだけの体力はもはや俺にはない。大丈夫、奇跡って起こるよね。おお、体力アップではない、肩力アップね。あお、赤パネルが青くなっていく。素晴らしいよ。ブスはどこに来た。ブス下おるやないけ。ブス下おるやないけ。こっち来ないでね。よし、選手に遭遇。ブスこっち来んない。いや、これブスこっち来い。ブスこっち来い。ブスこっち来た。ブスこっち来た。よし。ブスこっち来たが特にやることなかったわ。特にやることなかったパターン。すぐ逃げろ、逃げろ。お、宝箱どこに出てきた。上に俺のいない方に出てくるスタイルやめよう、それ。あー、もう何もできない。3つもあるのに、3つも宝箱があるのに。3つの財宝を手に入れることなく俺の人生は終えていくんだね。OK、グッバイ、川端、これで終わりだ。はぁ、本当に悲しくなってくるね。ぜひ取りたかったんですけど、もうしゃあないでしょ。グッバイ、これでゲームオーバー。もう失敗したくはないからね。しゃあないよね。みんなごめんなさい。あもっと強くしなきゃダメだった宝箱。せめてあの3つの宝箱財宝を手に入れられたら、俺は笑顔で死ねてただろうね。はい、私が作った川端の能力はこのようになりましたよ。首位打者川端を作ろうとしたはずが、なぜかミート力が E の49になりましたね。特殊能力はそれなりいいのがあります。ほんで能力自体もね、平均的なバランスはあるんですが、これじゃダメなんですよ。いや、スタメンでも使える川端を使ってみようと、作ってみようと思ったんですけどね、これではペナント実況ではベンチスタートになりそうですね。
ちなみにパワプロでの川端の能力はこのようになってますね。まあ、今季首位打者取りましたが、これ去年の川端を参考にして作られてますからね。今年の川端を参考にするならば、もっと能力上になりますが、いやいや、でも去年の川端でもすごい強いですよね。ミート力も高く、能力もそれなりにありますから、これは3割打って納得ですね。OK、じゃあ今からね、私が作った川端をオートペナントで回していきたいと思います。まあ、能力的にはね、3割打つっていうのはものすごく難しいことだし、首位打者なんて絶対無理なのは分かってるんだけど、でもね、期待だけはしてみましょう。もしかしたら奇跡って起こるんじゃないかなと。とある魔法少女が言ってました。この世には奇跡と魔法があるんだよと。そう、あるのです。あるんですよ。信じない奴に明日はない、未来はない、決毛もない。必ず首位打者取ってくれることを信じて回していきましょう。じゃあ行こう。1年のシーズン開幕、ジャイアン。1年のシーズンが終了いたしました。私が作った川端、首位打者3割打つことができたのか、当然打ててると信じて成績の方を見ていきましょう。今季の川端の成績はアープンダルダン、どんな感じかもー、あれれどおりー、やもーしー、一瞬探したね、上の方で探したけどいなかったね。見たら一番下にいたね。ああ、悲しいなことになってるな。見ていきましょうか。打率は2割2分ですね。ゴミやね。打数は608打数の134安打。二塁打22本。本塁打8本ですね。打点は39打点。得点圏打率は2割1分4厘。三振ではなく、得点が73得点。三振が125。フォアボールが35個。で、犠打が20個。併殺4個で盗塁は0、出塁率は2割7分で、 OPS で見ていくと5割6分6というクソっぷり。ありがとう。また俺はうんこを作ってしまった。オーマイガー。そらそうでしょうね、こんな能力だもんね。ホームラン8本っていうとこがちょっと本家に勝ってる部分が腹立つね。本家っぽいでしょ、こういうとこが。でも打率2割2分でホームラン8本ですからね。もうゴミ箱に捨てるタイプのやつですね。ゴミの日即出しに行くね。カラスにつつかれてるタイプのやつだね。いやー、また作ってしまいました。申し訳ない。川端ではなくてゴミ端さんを作ってしまいましたね。本家に勝ってる要素一つもないっていう、本当に悲しい。本当に悲しくなってくるような。OPS5 割6分6。こんなやつが600打数も使われるか。即変えられるわ。俺ならもう20打数くらいでもう、いかん、こいつはもういかん、戦力外だってなっちゃうね。はい、今回作った川端さんはこのような成績になりましたね。能力自体も低く、まあでもその中でパワー C ありますからね。代打として使うんならば使えないレベルではないと思います。あのブスに邪魔されたことをものすごく僕は悔しい。やっぱあのブス死んでしまえばいいのになって思っちゃったね。言っちゃダメなんだけどね、そういうこと。まあ思っちゃっただけですからね、実際、まあ言ってますけどね。まあ彼女に向かってね、あの豚に向かっては言ってないので、みんな許しておくね。 OK、 じゃあ今回の実況はこれにて終わりね。残念な感じになっちゃいました。残るはあと一人、ソフトバンクの松田となりましたね。次回の実況で作ります。ここまでたくさんのね、侍ジャパン投手野手と作ってきましたが、次回で最後、本当にね、もう僕は最後の最後で究極的にやばいやつ、歴史に名を残す歴史ナンバーワンの投手じゃねえや、野手作っていきたいと思いますのでね、次回の実況もね、またお楽しみに。グダグダで申し訳ないね。 OK、 じゃあ次回またおう。グググ、グバイ。